小屋からとおっしゃーこれやばいね。トーヤン本当大好き。終わった終わったね。もう読まないでそれ以上。もうちょっとそうきついだって言っていいか。いいよ見てこれお前とのグラフ、会った時からずっと 100% かすく意味わかんない。はい、こんなユーチューバーは嫌だ。チンくん。おいその顔やばい。その顔おもろすぎる。ちょっと誰かなんてすぐ出るじゃん。言わないことなんて。こいつ可愛くないから貯金しーなり。確かによし。これ誰？サグはね。あなたはクラブの DJ です。お客さんを煽ってください。S チューダボダボダボ盛り上げのドットシーのドットシェンピー。ちょっと待ってよ、めっちゃおもろいじゃん。何それ S チューダボダボダボ。ありがとうございます。いや、ちょっとはーい、体ウォームアップを引いたんだよ。今日はお兄さんと一緒にしっかりと体を温めていこうね。よし、それではまずは一つ目、カニの動きをしてみよう。何これ。 One more time。 あ、まだやんの。そうそう、これ回しあるから。なるほどね。はい、オッケー。すごいな、体が温まってきたの。楽しい、これ。温まらないじゃない、足が。足がね、みんな大好き、ゾウさんの動き。みんな一緒にやってみよう。これは温まらんかな。腕が寒いもんな、これ。ワンモアタイム。おお、なるほどね。めちゃめちゃ怪奇の目で見られるよ。はい、オッケー。一人のダンスを終えて、みんなもう体がポカポカしてるはずだ。あ、次なんだろう。そんなわけで、最後のダンスはライオンに狙われるも、自分の生命を全うするシマウマの機敏な動きでお別れだ。それ何それ。ワンポアタイム。翔太です。よろしくお願いいたします。本日はいろいろな飲み物になんでやねんしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはこれ、モンスターだね。この3本の爪で引っかかれたロゴが特徴的だよね。ってなんでやねん、いつ誰が引っかいたんやーい。まずどのモンスターやねん。モンハンだったらどれやねん。なんでやねん。ねえ、なんでやねん言うてますけど、続いてはこちらだね。午後の紅茶、王道のミルクティー、レモンティー、ストレートティーと3種が王道のベストセラー商品だよね。ってなんでやねん。午後の紅茶って午前に飲んだらもう午前ティーやないかい。なんでやねん。全飲料になんでやねん。ありがとうございました。めっちゃ笑ってるよ。第3問、野球部の好きな女の子のタイプ。
小山行こうか。はい。いや、もうこんなん言ったことない。エロい子。まあ、ごめんなさい。これは伏せましたけど、まあ、簡単に言えばすぐフェラさせてくれるもんすから。はい。牛丼屋で新たに発売された衝撃の新メニューとは、この容器がマジで牛の形になって、そこの腹からこう、肉を取り出さないといけないやつ。おはよう。スタンプ寄せまくってるやん。考えなくていいっつったら。何じゃないよ。何がおはようって。朝使うやつ、それ。誰でも使えるスタンプ。大喜利だよ。スタンプ。そっからこう取るっていうのと横のね。全然全然。さらにおはようないじゃん。そうよ、そうよ。スペース空いたから、スペース空いたから、最後だけ。採用だな。これはちょっとまずいですけども、こちらの店舗担当がおそらく小柳さんだと思うんですけど、こちらどういった対応を。そうですね、40代女性、暗殺関係の方ですね。お仕事が暗殺関係の方。まあでもこれは本当にあの現場からその共有というか、まあそういうクレームが入りましたという共有はちょっとあの受けてまして、はいはい。まあただ僕もそのエプロンからチンチンがはみ出ていた子っていうのはもうそのもう入っていまして、情報は。はい、なるほど。やっぱこういう時期でやっぱりそのマスクをね、あのつけてあの活動しなくちゃいけないということで、まあどこか一つは出したいっていう、そういう子なんですよね。だからそのマスクつけてる代わりにチンチン出したいんだよって言われたんで、その出してもいいよっていうふうにこちらから言いました。あ、うん、今チンチン出すよりあの口隠した方がその感染のリスクとかで引かれると思うんですよね、それは。そうですね、うん、今チンチン隠して顔出したら良くないと思うんです。だからそういった意味でやっぱりその、まあ、多様性っていうのをね、あの大事にするという意味であのチンチンを出させました、レジの子に。なるほど、なるほど。はい、で小柳さんから許可を出したという形で、はい、そうですね、僕から、はい、直々に出させていただきました。なるほど、なるほど。はいはい、チンチンから映んないですあんまり。はい。なるほど、なるほど。チンチンくしゃみしますか。チンチンくしゃみしないんでね。そうですね。はい、だからそういった意味で、まあ、はい、本当に苦肉の策ですよ。どちらももちろん隠した方がいいのは分かってますけど、やっぱそういう風な現場のその自由さっていうのをね、やっぱりあの大切にさせていただきます。スーパーのデザートコーナーに衝撃の新商品が。何、ちょっともう終わるし、お題とか無視になっちゃう。仕方ねえな、どうせこれだろう。スーパーのデザートコーナーに衝撃の新商品が。何、めめしくて甘いカニケーキ。セーフ。その最後はもう、うん、頑張ろう。結局ね、結局人生の教訓ってのはもう頑張ろうっていう、そういうことなんですね。なるほどね。以上で小柳の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。危な。怖い。この企画怖いね。宇宙やばい。すごい。扉の未来信じて。ルールを破ったから一発ぶん殴るぞ。そんな可愛い。ゾゾゾゾ。すごい。あ、見えみだ。死んねえから。ビッグマックの単品一つ。オロナミン C ください。オロナミン C はないっすよね。ないですよ。申し訳ございません。8個ください。うん、確かに一回かぶりついてみるのはいいよ。うわー、美味しそうじゃん。すごいバコみたい。おお、モンスター。友達に超能力がバレそうなんて言ってごまかした。でっかい声でんデルデルデンデルデルデンデルデルデンデルデルデルデンって言う。ごまかしてごまかして、でっかい声だから。いきます。常に置かれてるっていう状況で作られてるんだね、車が。ポップコーン落ちた。拾って拾って。あれ入った。
バリバリバリってなっちゃう。その逆に塊で置いといた方がすごいやるみたいな。ポップコーン欲しいな。ポップコーン。ポップコーン調子いいでしょ。やべ。おいでももうそれはでもあまあ醍醐味だね。気をつけてよ。本当に危険な位置に入った。待て落ちすぎだろ。アイリッシュウルフハウンド海外の IT 企業家アイリッシュウルフいっぱいおるでそんな。スケーターのヘアスタイルアメリカンコッカースパイルおるけど。